今日札幌市中央区に住む80代男性の自宅に息子を装う男から詐欺事件に巻き込まれて友人の会社の金を使い込んだ、現金300万円用意できないかと電話がありました。話を信じた男性は金融機関の窓口で現金を引き出しました。その後再び息子を名乗る男から電話があり、代理の者が取りに行くと言われ、電話から10分後の午後3時20分ごろ自宅に訪ねてきた男に現金300万円を手渡してしまいました。男性は息子に電話をして気がついたということです。